竜図日本の竜では日本における竜について記述する。竜は古代中国に発する創造上の動物であり、その観念や造形は日本にも伝播した。弥生時代には中国から竜のモチーフが日本にもたらされており、泉市にある紀元一世紀頃の池上曽根遺跡から銅をくねらせ三角の無数の突起を持つ動物が描かれた壺が出土している。 こうした弥生竜の図柄を持った遺物は、日本全国で30点あまり発見されている。この時代の日本人は、竜の格好たるイメージを持っていなかったため、中国の竜の正確な模倣はできなかった。また最初の弥生人は、港南地域の竜舎信仰を持つ、渡津民族の流れであるとする説があり、国つかみに属する大国主神、大物主神、竹南方人などは、蛇体、 流人として描かれている。科学史屋の荒川博士は、竜は中国では皇帝の象徴であったが、日本では天皇の権威の象徴として用いられることはなかったと述べ、その背景には中国をただ模倣するのではなく日本の天皇の中国に対する独自性を専用しようとの意図があったのではないかと見ている。また、日本の龍は蛇との区別が曖昧で、 多したような姿形と性格を呈しており、それは在来の蛇信仰に外来文化の竜が継ぎ木されて混交した結果であろうと推察している。平安時代になり、ホッ経や密教が浸透するにつれて、日本の竜は明確に独自性を帯びてくる。旧世紀には室宇寺に竜穴の記録が現れ、雨乞い信仰が行われるようになった。 竜穴はその後も日本各地の寺社に現れ、中世には竜穴同士は地下で繋がっており、竜もしくはヘビ竜が行き来しているという観念が生まれた。中世末になると戦国大名の里見義よりは竜が描かれた印板を使用するようになる。長谷川東白による全女竜王像仏教では竜は八大竜王なども含めて仏法を守護する天竜八部衆の一つとされ、 恵みの雨をもたらす水神のような存在でもある。仏教の竜は本来インドのナーガであって、中国の竜とは形態の異なるものであるが、中国では竜と簡約され、中国古来の竜と混同ないし同一視されるようになり、中国風の竜のイメージに変容した。日本にも飛鳥時代以降、中国文化の影響を受けた仏教の竜が伝わっている。竜神は竜王、 竜宮の神、竜宮様とも呼ばれ、水を司る水神として、日本各地で祀られる。竜神が住むとされる沼や淵で行われる雨乞いは、全国的に見られる。漁村では、渡積みとされ、豊漁を祈願する、竜神祭が行われる。場所によっては、竜宮から魚がもたらされるという言い伝えもある。一般に、日本の竜神信仰の基礎には、 蛇神信仰があると想定されている。小形結構の浮世絵、竜商天。富士山を背景に、雲の中を竜が登って行くのを描いたもの。枠外左下に書いてある文字は、以下の通り。明治30年11月1日印刷同月5日、発行印刷券発行日本橋区吉川町二番地、松木平吉。明治30年11月1日に印刷。 同月5日に発行。松木平吉が印刷し、発行した。泉小太郎と、西流江の島の伝説にある鎌倉の湖に住む小藤流は、悪事を行っていたが心を入れ替えて、民の守護者となる。黒姫伝説の黒竜は、大名の姫君に連母するも阻まれて逆上し、嵐を呼んで人里を飲み込もうとする。三古伝説の八郎太郎は、 害をなした竜でありながら重複されない。泉小太郎伝説の再竜は人間の味方となる。陰馬沼の竜伝章では、竜は人間を守ったがゆえに竜王に罰せられて、殺される。上記の三古伝説での辰子姫のように、人間が竜になる説話もある。首里城玉座かつて、琉球王国があった沖縄では、中国の竜とほぼ同じような中国的な竜が、 一般的である。首里城には竜の装飾が数多く見られる。沖縄では竜宮信仰が根強く残っており、竜宮の神は北条信仰と深く結びついている。沖縄の竜伝承は中国大陸に起源を持つものが多いが、地元の民間伝承として定着している。丸山明伊は以下のような沖縄の竜の民話を紹介している。日本国内の3カ所の寺院。 京都府の小国寺、栃木県の日光東照宮の薬師堂、長野県の妙見寺には、明竜などと呼ばれる仕掛けがある。これは、道の天井に描かれた大きな竜の絵の真下で標識を打ったり拍手をすると、定材派により、パーンと響き、それが竜が鳴いているように聞こえるというものである。かつて、青森県の竜泉寺にも、この鳴る竜があったが、消失している。 将棋で竜とは、飛車がなった駒である竜王の略称。ちなみに、角行のなった者は、龍馬であるが、こちらの略称は馬。日本列島はその形状から竜と称されることがあり、例えば、日本沈没では、物語終盤の日本が沈没する節に、竜の詩というタイトルが付けられている。同じく、小松左京による短編小説、日本漂流では、 日本列島の下には本当に竜がいて、それをうっかりついたために、日本が世界中を泳ぎ回る。同作では、アーチールトラジャイニアンティンネマソリスニッポーニカスという名が与えられていた。竜の小太郎は、松谷美代子の児童文学作品である。竜の名を持つ生物を挙げる。特に辰ツ落とし後はその形があまりにも魚らしくなく、顔立ちが竜に似るとして、 達年の絵との絵柄としても使われることが多い。ありがとうございます。